404は、プジョーが製造、販売していた自動車である。初めてイタリアのカロッツェリアピニンファリーナのデザインであることが公表された、プジョー車であり、その名に恥じぬ流麗なスタイルは、デビュー当時大きな評判となった。気候的にも、先代のプジョー403同様の手堅い設計を継承しつつも大部分が新設計となり、初めて、 ラジアルタイヤ標準装着を前提にコンプライアンスを与えて設計された新設計のサスペンションによる高度な操縦性と乗り心地のバランス、そして伝統的な耐久性が高く評価され、一般的にライフサイクルが長いョー車の中でも長期にわたって生産され、発展途上国への輸出やタクシーとしての過酷な仕様には特に重宝された。バリエーションとしては4度はセダン、 5ドアステーションワゴン、ピックアップトラックが主力であったが、1961年にはピニファリーナ製の2ドアカブリオレ、翌1962年には2ドアクーペが追加され、両車はプジョーのトップモデルとして、1971年に後継車種504のクーペカブリオレが登場するまで存続した。エンジンは 1468cc と1600。 CC のガソリンと 1816CC と 1948CC のディーゼルで、全車には504が登場するまでは、クーゲルフィッシャー製機械式燃料噴射付きモデルも存在していた。長いライフサイクルの間、ガソリン車は66馬力から96馬力、ディーゼル車は55から68馬力の少なくとも10種類の仕様が販売された。 イアボックスは4速コラムシフトが主力であったが、ZF 製3速オートマチックも選択でき、クーペカブリオレはフロアシフトであった。フランスでの生産は1975年で終了し、総生産台数は1847,568台に達した。国外生産は発展途上国を中心に続行され、1988年に404が、 世界中のどこでも生産されなくなった時点での生産台数は2885,374台に達した。404はラリーカーとしても活躍し、1963.1966、1967.1968年にサファリラリーで優勝している。日本には総代利店新東洋企業により、1960年代を通じて、 セダンクーペカブリオレが輸入されたが台数は非常に少なかった。カーグラフィックシ1972年4月号。ありがとうございます。